有限要素解析ソフトプレポマックスの操作を概略紹介します。今回は12回目で。背もたれ板バネの試作品。今回は、要求条件を満足する背もたれ板バネの試作品設計を試みることを通じて、解析、結果考察、試作品仮決定の一連の流れに挑戦します。要求条件は下記とします。幅160、高さ450、奥行き60ミリのスペースに、厚さ6ミリの背もたれ板バネを、水平に700ニュートン作用させた時に、約135ミリの倒れで、比較的加工手間のかからない形状の試作品を作りたい。バネ高は SUPQA で、ヤング率、206000MPa、ポアソン比、0.3、密度、7.85E、09トンパー立方ミリメートル、高幅強度1170MPa とします。今回、試作品設計の進め方を次のようにしました。加工しない板バネの変異を求め、比較的大きく変形すると思われる形状の変異を求め、2の結果から変形タイプを想定し、変異を求め、3の結果から加工手間の少ない形状と変異を求め、試作品の形状を考察し、仮決定する。バネは、常に男性域内での使用なので、解析は、性的男性の幾何学的非線形解析とします。モデル作りの操作手順を概略紹介します。画像は以前の動画を参考にしてください。まずは、二次元CADで、角形状の平面を作成します。幅160、高さ450ミリのスペースの中央に、厚さ6ミリの板を描き、DXF に変換します。フリーCADで DXF をインポとして、奥行き60ミリのソリッドモデルにして、ステップ形式でエクスポートします。続いて、比較的大きく変形すると思われる形状を同様に、ステップ形式でエクスポートします。この、2タイプの解析結果から次の形のデータを作成します。解析準備手順を簡略説明します。プレポマックスを起動し、新規作成、単位選択、作業フォルダー解析ソルバーの位置を指定、データをインポートし、ファイル名を入力し、保存してから、メッチングパラメールズをクリックし、メッシュはデフォルトで、クリエイトメッシュをクリックでメッシュ作成します。まず、材料特性の設定から始めます。マテルアルをダブルクリックか、右クリックし、クリエイトを選択でメニュー画面を出す。マテルアルネームに材料名、バネ SUPQA を入力し、アバイラブル内のツリーからエラスティック、弾性特性を選択し、横矢印をクリックし、セレクテドに表示させると、下部、プイロパティーズ内のデータのヤングズモジュラス、ヤング率に206000を入力し、スジオンズレシオ、ポアソン比に 0.3 を入力し、OK をクリックで確定です。解析に必要ない項目は入力しない方が、動作に間違いが生じません。これは、他の条件設定も同じです。続いて、セクションズ、要素指定します。セクションズをダブルクリックか、右クリックし、クリエイトを選択でメニュー画面を出す。ソリッドセクション、塊をクリックし、パートを囲み選択し、プイロパティーズ内のデータのマテルアルが材料名であるバネ SUPQA を確認も、OK をクリックで確定です。これで、基本条件が設定できました。次は、計算条件を設定します。ステップスをダブルクリックか、右クリックし、クリエイトを選択でメニュー画面を出す。静的解析であるスタティックステップを選択すると、下部にプイロパティーズが現れるのでデータ内のナジョン、幾何学的非線形をオンにし、インクレメンテーションをクリックすると下矢印が現れ、それをクリックし、オートマティックを選択後、株のイニシャルタイムインクリメントを 0.01 に変更し、その他はそのままで OK をクリックで確定です。静的幾何学的非線形解析で、刻みを 0.01 の計算条件設定ができました。境界条件は、BCs をダブルクリックか、右クリックし、クリエイトを選択でメニュー画面を出す。指示部の固定、フィクトを選択すると下部にプイロパティーズが現れるので、固定指定する面を画面で選択し、色が赤色に変わるのを確認して、
OK をクリックで確定です。あとは加重条件を決めると解析できます。ローズをダブルクリックか、右クリックし、クリエイトを選択でメニュー画面を出す。タイプでサーフェイストラクションを選択すると下部にプイロパティーズが現れるので、フォースコンポーネンツの F1、X 方向に-700を入力後、作用させる面を画面で選択し、色が赤色に変わるのを確認して、OK をクリックで確定です。解析実行は、ツールバーのアナリシスをクリックし、プルダウン画面の欄を選択すると解析が始まります。終わるとサブ画面が現れ、計算時間、要素数などが表示されます。その画面の下のレゾルトを選択すると結果が表示されます。左のサブ画面がレゾルトになりディスプ、変異オールに色がついています。データを上書き保存してから、次のデータを読み込み、同様の手順で解析を行ってください。結果比較考察し次のタイプ3の段階に進みます。加工しないままの板バネの場合は、作用力700ニュートンで、変異が 90.76 ミリ、応力度が1104メガパスカルで、変異が大きく出るようにしたタイプには、変異が 176.5 ミリ、応力度が1088メガパスカルでした。その変異のタイプ1と2の比較動画です。どちらも体力は許容内なので、変異量がこの2つの半ばくらいになるようなタイプ3を考えてみました。これがその形状です。カーブの始まりを低くし、曲がりを急にした2次元 CAD で平面を作成し、フリー CAD で DXF をインポートして、奥行き60ミリのソリッドモデルにして、ステップ形式でエクスポートして、プレポマックスを起動し、タイプ1と2と同じ条件設定をして解析した結果、作用力700ニュートンで、変異が 144.3 ミリ、応力度が 956.7 メガパスカルで、目的に近い値になりました。その変異の動画です。これがタイプ4の形状です。加工手間の少ない形状にして、曲線を直線にして簡単な曲げ加工にし、2次元 CAD で平面を作成し、フリー CAD で DXF をインポートして、奥行き60ミリのソリッドモデルにして、ステップ形式でエクスポートして、プレポマックスを起動し、タイプ1と2と同じ条件設定をして解析した結果、作用力700ニュートンで、変異が 135.9 ミリ、応力度が993メガパスカルで、ほぼ目的の値になりました。その変異の動画です。体力が満足でき、変異が目的の約135ミリに近づきましたので、タイプ4形状を試作品の形状にする根拠が整いました。最後に各タイプの応力度の動画を見て、42回目を終わります。次回は、理論式中に求められない係数がある場合を想定して、
FEM 解析結果の妥当性を検証する試みに挑戦します。お疲れ様でした。